球の慶応学生部の英才優秀。ノックアウト。武蔵選手の慶応学生部の日差し。
今回のオーディションはダメだったわ。そんなにみんな落ち込まないで。まだ鍛錬が足りないのね。おとなしくしていれば痛い目に遭わずに済んだのにな。後手4七金打つ済みました。後手の勝ちです。後手3五馬。後手の勝ちです。立ち上がれアギト、目覚めろその魂。
数値だ。ゲームオーバ先手16を後手24桂打つまで後手の勝ち。後手24銀。Thank you.
クロシュ。我らおぼろ衆はおぼろ様と共に。これからですよ。え？もしかしてやめちゃうとか？ねえ、早くしないと。じ
ショットだったね。ひどい目にあったよ。もう一度やるかい？のび太はのび太だな。いつでも相手になるっつーの。やあ、ピグレット。どうしたんだい？僕、クッキーを持ってきたんだ。ちょっと待ってね、今数えるから。あれ？全部なくしちゃった。あ、プー、どうしたの？また頑張りましょうね。もっとゲームを続けますか？くじ引き券をもらったよ。黄色い星を数えてみよう。赤い星を数えてみよう。青
星を数えてみよう。全部でいくつ取れたかな？また頑張ろうね。ちょっとダメかな。やっと収まったわ。さすがドレミちゃんや。まあね。ドレミちゃん、ここは私に任せて。やった！ゴールだ！結果はどうかな？得点は3番はもんちゃ、2番は青猫、そして一番早かったのはドラ。
第一エリアに阻まれてしまった。ファーストステージで無念のリタイアであります。やブルターです。決着をつけた。リプレイで振り返ってみましょう。さあここからどうする。松井秀喜1回戦敗退。ナンバーワンの座はあまりにも遠かったのか。さあ両者虎視眈々と隙あらば引いていこうというところ。いったー、大森明自爆よってラモス類勝者となりました。リプレイです、見てみましょう。大森明実力を出し切れなかったのでしょうか。あまりにも早い、早すぎる敗退です。まだ決着はついていない。田淵旗に届いていない。さあリプレイです。田淵惜しくも敗れてしまった。この経験を次に生かして頑張ってほしいところです。ダイヤを守ってくださいね。突如現れた異形の巨人、今物語はクライマックスを迎える。生き残るのは人類か、それともエイリアンか。我が名はペリー。貴様たちの言うエイリアンの主だ。よくそれだけの名玉を集めた。褒めてやろう。さあその名玉を我に渡すがよい。ふざけるな。人を殺めることを何とも思わぬ血も涙もない獣の目。探す手間が省けたわ。兄の仇今ここで撃つ覚悟。
愚か者め、名曲の意味すらわからぬ風情が何をたわけたことを。徳川も融通の利かんやつをよこしたものだ。まさか徳川が。兄はこれを知って消された。そんなことのために、そんなことのために兄は、兄は。徳川め、これを見越してのことか。わかったな。その時、忍者ゲージがマックスに達し、突然名曲が発動した。まさか名曲の発動。俺でなく、なぜお前の命を。俺でなく、なぜ。なんだあの光は。先を越されたか。兄弟の怒りと悲しみ、その身にしかと刻め。その忍びの体は光と化し、遥か彼方のエイリアンの本体を貫いた。日本全土を制圧目前にあったエイリアンたちは、これを機に次々に消滅していった。一体彼らはどこから来て、何を目的としていたのであろう。今となっては知るすべもない。激しい戦いが終わり、その日、江戸には季節外れの雪が降り積もる。その雪はまばゆいばかりの黄金色で、大層輝いており、力を使い果たした悲しき忍びの最後の姿であった。こうして忍者バランスは均衡を取り戻し、ようやく江戸の町にも平和が訪れた。しかし、その平和は一人の名もなき忍びが、命を懸けて成し得たものだと知る人は少ない。これも7億8000万年の歴史を持つ、悲しき忍びの定めであろうか。マジック必ず他にあります。よく見てまたチャレンジしてください。7銀打つまで後手の勝ちです。
ほえほえ。シャ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 。He got nailed, and he is out. What a display of punching power. Ladies and gentlemen, the winner by knockout, Evander, the real deal, Holyfield. I'm Al Albrecht, and my partner is Sean O'Grady, saying good night from ringside. That's it. It's all over. Let's get the official word from Jimmy Lennon Jr. Ladies and gentlemen, the winner by knockout, the greatest of all time, Muhammad Ali. Teddy, what was your impression of tonight's losing fighter? Well, Al, this is one of those fights where you hate to see a loser. Because in my book, both these guys deserve to win. Well, that about wraps it up from Madison Square Garden in New York City. Well, from Max Kellerman and Teddy Atlas, I'm Al Bernstein saying good night. Thank you.
時間切れ。言った通りだろ、俺に勝とうったって所詮無理なんだよ。一から勉強して出直しておいでね、タコ。果たしてあなたはブラザートムに勝てるか。努力あるのみ、今後祈る。もう諦めなって、俺に勝つのは無理だと思うぜ。
すぎる。悪く思うな、ゼライ。勝利の女神アリアナは私の戦いぶりにご執心なのだ。第3位は松村くんです。そうだ。第2位は双子の兄弟です。そうだ。そして栄光の第1位は第1位は金おやじさんです。おめでとうございます。それでは優勝者に一言インタビューしてみましょう。おめでとうございます。今の感想どうぞ。どうぞ。
優勝だよ。では優勝者の夢が叶う幸せの秘宝を伝授します。プレゼンテーターはマクワウリデカさんです。よろしくお願いします。幸せの秘宝は俺がいただくぜ。持ってきちゃダメ。なんでそれ色くんだろくん。待ってよ。待ってったらずるいよそれ。残念ながら時間切れ。でもね、もう一回やれば絶対にゴールできると思うわ。気を落とさずに今度は頑張ってね。出直してきなさい。